怖いね。目の前に来たんだけど。シェーノ、皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。先週末、僕ら二人パパと息子くんは北極圏内にある別荘で過ごしました。夏がとっても大切なスウェーデン、ソンマストゥーガなどと呼ばれる別荘で家族と時間を過ごす人は少なくありません。いつも二人パパチャンネルを手伝ってくれている夏子さんと夫のヨハン、そして犬のブライアンも一緒です。別荘といっても、ここ元はリカパッパの祖父母の家。お二人が亡くなってからは親戚中で管理しながら別荘として、そしてみんなが集まれる場所として利用しています。金曜の夜のうちにこちらへ来て、土曜の朝朝ごはんを食べながら今日どう過ごすかを相談しているところです。どうする、湖行くじゃん。メッパイアルーブ、なんかランチそこで食べて、ブリーダーしながら、ということでこの日は近くの湖へ行くことに。カトブユがひどいので家の中で食後のコーヒータイムです。そして息子くん、なんだかそわそわしています。コーヒーをね、確認して、最初はフルだったのが半分だった時には、あと半分ってなって、遊んでほしいんだけど、コーヒー飲んでるから待ってねって言ったら待ってくれてんの。そう、かわいいじゃん。待ち疲れたね。そして湖へ出発です。息子くんと夏子さん、お茶目なことをしています。車で森の奥へと15分、湖が見えてきました。ここはうちの家族がよく来る湖のビーチ。最高の天気です。かわいいね。かわいい。でも裸足で歩いたら、これ持っててあげるから。多分そうだね。あったよ。いいよ、大丈夫よ、ゆっくりで。そして息子くんは早速。ここで泳ぎたいの？バブしたい。ということで早速お着替え。その間にリカパッパは焚き火の準備。さすがは6月の北極圏。数日前に入った地元ルレオの湖とは違って、どうやら冷たいみたい。ちょっと寒いね。冷たい。結構冷たい。タクシー冷たいよ。タクシー冷たいよ。タクシー冷たいよ。すげえ冷たい。いや本当に結構冷たかったんですけど、でもみんな頑張って慣れていくことにしました。でも体をこうやって動かしてると寒くないよ。こっちの方が暖かいかも。向こうがブライアンレーダー。意外と沖の方が冷たくなくて入れるようになりました。これぐらい大きい魚いる。ほら、お魚いるかな。スウェーデンの湖は透明度が高いけれど、このように黄褐色をしています。どうやら森林から落ちた葉っぱなどからできた腐食土が多く、その成分が溶け出しているからだそうです。最初は冷たかった水にも慣れて、みんなでたくさん遊びました。でも15分ほどでさすがに体が冷えてきちゃいました。ちょっと寒いね。リカパッパが準備しておいてくれた火と太陽の光で温まります。気温自体は18度ほどだったんですが、日向にいるとかなり温まります。この日のランチは簡単に缶詰のソーセージを丸ごと温めます。燃えたらどんどんガチャンってなりそう。でもさ、ここにやっとくとさ、足当たるくないね。なんか空船にされてる感じなんだけど。うん、浴びてるもんね。ブクブク沸騰、完成です。
Han tog min plats, skurk. そしてフィーカの時間。前日に息子くんと一緒に焼いたケーキを食べました。さつまいもとブルーベリーのチーズケーキです。まぶしい。その太陽は僕の太陽。嘘。僕の太陽だったの？いい感じ。あなたは、あなたの太陽だと思う。明日はあなたの太陽が来る。お腹もいっぱいになったところで帰ることにしました。息子くん火を消してくれています。あすごい。フィーラフィーラよマン。四拍子で正のする人初めて見ました。そして別荘へと戻ってきました。息子くんはヨハンと一緒に釣りの練習をしています。すごい遠くまで飛んだ。どうやらもっと遠くまで飛ばす練習をするために坂のところでやろうとしてるみたいです。さあ、意気揚々と坂を下る息子くん。この後何が起きるかまだ知る由もありません。全国二人パパハプニングファンの皆様お待たせいたしました。さあ、今から何が起こるのか。木に引っかかったんじゃない？あまりにも投げるのがうますぎたのか、大きな木の枝に引っ掛けてしまいました。この後、リカパッパとヨハンが上手に取ってくれました。あれ何やってんの？今かくれんぼで、息子くんがあの声だけ聞こえて見えない設定なの。じゃあヨハンはかくれんぼで見えてんだけど見えてないふりしてるってこと？そう。あの釣り竿がきっと今空中に浮いてるように見えてるってことね。そうそうそう。だからあんなにじっとしてるのね。あいつ音を出さないように目もつぶってる。あれ蚊の大群の中でかわいそう。ビュッフェ行く？じゃあご飯取りに行く？ということで夕食です。今日もみんなで持ち寄りました。ヨハン特製のラザニアや夏子さんの手羽元と煮卵、リカパッパはチキンとハルミチーズを外でグリルして、ミツパッパは野菜のローストです。うん、いいバランス。息子くんはナイフとフォークで頑張ってますが、大丈夫、ゆっくりやってごらん。やだ。じゃあそう。どうだった？バダ。寒かった？寒かったね。カスみたいな。うん、上がったらもう寒くて。息子くん、大人ばかりの食卓の中で子供一人でしたが、お利口さんにちゃんとテーブルについて食事ができました。そしてなぜか光源氏風ファッションの息子くん、今日は夏子さんに歯磨きしてもらうと言ってやってもらいました。もうほんと二人ともとても優しくて、いっぱい遊んでもらって、おかげで二人パパ楽させてもらっちゃいました。そしてこの日の夜、息子くんが寝た後、ミツパッパと夏子マネージャーは夜中の12時に白夜ライブを敢行しました。北極圏のリアルな白夜を蚊の大群と戦いながら全世界に配信しました。まあ大変だったけど、あのすごい楽しいライブになって、最高にあの綺麗な景色も撮れたので、まだ見てない方ぜひご覧ください。この動画の最後にリンクつけておきますね。そして日曜の朝、朝ごはんの前にブライアンと一緒にお散歩に行くことにしました。朝はね、こう蚊が少ないのでリラックスして歩けます。やだ。ブライアンは体が大きいからきっといっぱい飲まないとカラッカラになっちゃう。重い。じゃ戻ろっか。ノー、ゴツンした。ねえ、顎がさ、さっきからどんどんゴツンしてんだけど、ミツパパの頭に。そう、こ
これ今白樺が何本か並んでて、こっちの方が大きくて、うんうん、でこっちの方がどんどんちっちゃくなっていくんだけど、これはレカパッパのおばにあたる方が初孫が生まれた時に始めたことなんですが、子供が生まれると記念に白樺の苗をここに植えます。彼らは一人一本自分の木を持つことになり、自分たちの成長に合わせてこれらの木が伸びていく様子も見ることができるというわけです。ということで、右から順にハトコ、イトコ、イトコ、息子くん、ハトコ、イトコ、ハトコ、ハトコの順で植えられてます。文字通りここにルーツがある子供たち、その白樺のように空高く、その枝のようにしなやかに育ってくれたら嬉しいなって思います。素敵な家族の仲間に入れてもらって幸せだなって感じます。なんて言うんだった鈴木？でも場所グって言ってあげるなきゃ。そうだね。じゃあ食べちゃおうかな。わわ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 。今ブライアン食べてる。今ブライアン食べてるね。あわわわわわわ。あんのだ。バイエのもう食べるとブライアンのだだ。あやめて。ミツパパを食べないで。いやあ。ああ。もうあんのださんだ。ああ、食べられた。じゃあ全部これでパッキング終わったね。はい、出発しようか。みんなでお家をお掃除した後、あるところに向かいました。なかなか迫力がある滝に行きます。すごくないこれ、うん、結構行ったことあるんだ。そうそう、もう冒険だね。岩をよじ登ってやってきた息子くん、目の前に現れたのはこちら。そして近くにはこんな砂浜もあります。散策の後はお楽しみ、アイスの時間です。そしてもうお家へ帰る時間、別の車で来ていた夏子ファミリーに別れを告げて、僕らの町ルレオへと帰るのでありました。ということで今日の動画はここまでです。なんか二人パパチャンネルっていうより旅番組みたいになってしまいましたが、少しでもスウェーデンの文化や雰囲気、景色を楽しんでいただけていたら幸いです。そして高評価ボタンも押していただけたら最高です。そしてチャンネル登録やベルマークの通知ボタン、たくさんのコメントもお待ちしております。あ、そうそう、白夜のライブ動画この後でリンク出てくるので、見逃した方ぜひどうぞ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからも楽しい動画、スウェーデンからお届けしていきたいと思います。引き続き応援のほどよろしくお願いします。それでは今日はこれで失礼します。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。ヘイドー。